雲のように生きるこの男、藤田ミリオン人形たち、かの者の魂を憑依せしめ、いでよ戦国の歌舞伎者、前田啓司召喚。おう啓司か、面白い。戦国で有名を馳せた前田啓司、無名の勇者落ち合す。どういった戦いになるかな。早速始める。演武館第1試合を決める。どちらかの両肩が地に見つけば試合は終わる。そして負けた者はその魂を奪われる。脱魂の儀式として執り行う。覚悟は良いな。